ここがですね、大規模の、太陽光発電の建設現場です。これが3ヘクタールの土地を削って太陽光パネルを5500枚を並べる。滋賀県大津市に住む今井俊夫さん、今年6月、自宅近くでソーラーパネルの建設工事が始まったといいます。最初は太陽光だから自然エネルギーということで反対することはなかったんですけど、山を削るということは結局山崩れとか土砂崩れとか起こる危険性が非常に高いんで、我々はこの場所との建設はやめてほしいと。住民らが工事の中止を求めておよそ1200人の署名を集め大津市に提出するなどしましたが、工事は進められ地面がむき出しの状態になっています。メガソーラー建設が進められているのは琵琶湖の南側にある山あいです。周りを鬱蒼とした木に囲まれた中にすっぽりと土が露出した場所があります。こちらメガソーラーの予定地です。およそ3ヘクタールの斜面に5500枚ほどのソーラーパネルが設置される計画になっています。斜面の周りには小さな集落が点在しています。事業主からの説明を受けているのはこういう状態なんです。ここの山を削ってやれば大きな災害が起こってくるんじゃないかと。数年前に台風ですでにこの近くに土砂崩れがすでに発生しているわけです。で、崩れた状況も我々は体験しているわけです。8年前の2013年、京都嵐山などで大規模な浸水被害を引き起こした台風18号。大津市でも400ミリ近い雨が降り、メガソーラーの建設現場近くの斜面では土砂崩れが起きていました。先月、噴満取材班がその現場へ向かってみると、ここ崩れたんだーと崩れた、はい。そこはメガソーラーの建設現場から100メートルほど離れたところでした。当時自宅の裏山で土砂崩れが起き、家の中まで土砂が入ってきたといいます。全然寝ててね、全然知らんかったんです。起きたらどのかこれから保ってて、後になったらもう冷や汗ですけどね。森林を伐採するメガソーラー建設は保水力が失われて土砂災害を誘発するのではと不安がよぎります。だからあれ、市はね、工事を認めるんだったらちゃんとした情報を出して、あなたたちここに住んでても大丈夫です、私が責任を持つだろうというメッセージをね、市が住民に対して出してほしいんです。だけどそういうのに対して一切ノーコメントで。これは土砂災害などのリスクを表示するハザードマップです。メガソーラーの建設現場付近を見てみると、こちらがメガソーラーの予定地なのですが、その周り、土砂災害に危険なエリアに指定されていることが分かります。予定地の周辺は急傾斜地崩落危険箇所、土砂災害警戒区域などと災害の危険性が高いエリアに指定されています。噴満取材班は今年メガソーラーの建設をめぐって地域住民とトラブルになっている実態をたびたび放送してきました。ただ今ね、どの辺にいるんですか？今ここですね、この辺におります。黄色のあたりですか？黄色とオレンジの境目ぐらいのところですね。これが警戒区域ですね、土石流なんかの。奈良県平群町の建設予定地も土石流の警戒区域でした。土砂災害の警戒区域が近くにあっても基準を満たせばソーラーパネルの建設は進められているのです。大津市のメガソーラー建設をめぐっては5年前にすでにパネルを設置した場所があります。
住民の人は知らなかったんですよ。ここが設置された時にいくつかの問題が発生したんです。例えば気温の上昇とか電磁波が出る、それから見ていただいたら雑草が下にいっぱい生い茂ってます。ソーラーパネルのすぐそばには民家が。災害の警戒エリアではありませんが、今回の予定地とはおよそ200メートル離れた場所にあります。住民らは雑草の草刈りなど事業者側と交わした約束が守られていないと主張しています。こうした中、同じ事業者が今年1月に今回の計画について開いた住民説明会は紛糾しました。僕らは法律の乗っ取った中でさせていただきます。それでダメな場合はだから酒なんかやめます。法律でもう国がやめなさいと言うとやめます。それ以前に法律が通りやったら何してもいいんですか。それは法律じゃないんですか。何してもいいんですか。だからやったいけないことはやってません。これを変えるというのは今からちょっとできないんですよ。僕らは進めます。住民らによると何を聞いても法律上は問題ないと説明されたといいます。これは3年前に大津市が滋賀県に対して提出した書面です。当時市は今回の計画について、土砂災害の危険性が高い地域である、地元に対して合意形成を図ることは必須である、こうした理由で計画は望ましくないと判断していました。しかし一転して今年6月になって建設許可を出しています。なぜ判断を変えたのか、市の担当者に話を聞くと、防災上の措置ですとか自然環境の保全、また太陽光発電設備の安全性、すべての基準を満たした限りは、許可せざるを得ないという判断に至りました。安心安全、はい、市民 その命暮らしとか考えたときに、はい、もう不安というのはすべて解消されたなとは思われてますか。今までの住環境が影響を与えるのではないか、大きくの影響を与えるのではないかという心配されることは十分理解しております。やはり国の方で法律として、規制なりを考えていただかないと、現状完全に自分の皆様の心配を払拭するまでは至らないのかなというのは感じております。防災施設の設置など法的な基準を満たせば許可を出さざるを得ないと話しました。市は地形の安全性などを確認するために業者側に再度ボーリング調査の実施を要求、調査結果を待っている状況だといいます。多くの住民が反対する中、合意形成を図ったと言えるのか。事業者側に取材を申し込みましたが、一切取材に応じることはできないと回答しています。